十五の一アプリの概要について解説します。ここでは GPS と地図アプリを作成してみたいというふうに思います。GPS と地図アプリの機能はまず GPS で取得した現在位置を地図で表示します。また位置は移動させることができるという設定にします。このアプリは Android スタジオのみで作成いたします。 15 2必要知識について解説します GPS と地図アプリを作成するためには GPS の利用方法地図アプリの作成方法の知識を知っておく必要があります地図アプリの作成方法は本講座のアプリナンバー14地図アプリを参考にしてください。GPS、の利用方法は ロケーションクラスの使用方法ロケーションマネージャークラスの使用方法ロケーションリスナーインターフェースの使用方法パーミッションの設定方法の知識が必要となります次に GPS について解説します GPS とはグローバルポジショニングシステムの略語で地球上の現在の位置情報を測定するためのシステムになります Android では人工衛星を利用した GPS を利用して位置情報を取得することができます。次に、ロケーションクラスについて解説します。ロケーションクラスは、緯度、経度、標高を取得するクラスになります。次に、ロケーションクラスの主なメソッドについて解説します。GetAculacy メソッドは、精度を取得します。 get altitude メソッドは標高を取得します。get latitude メソッドは緯度を取得します。get longitude メソッドは経度を取得します。次にロケーションマネージャークラスについて解説します。ロケーションマネージャークラスは Android アプリで位置情報を取得するためのクラスになります。ロケーションマネージャークラスのオブジェクトの取得には、 コンテキスストクラスのシステムサービスメソッドを使用しして取得します。次にロケーションマネージャークラスで定義された即位方法の主な定数について解説します GPS アンダーバープロバイダーは GPS を使用した即位になりますネットワークアンダーバープロバイダーはネットワークを使用した即位になりますパッシブアンダーバープロバイダーは p 位置情報の修正を行わない特別な測位になりますロケーションマネージャークラスの主なメソッドについて解説します GetAllProviders メソッドは利用不可のプロバイダーも含めすべての位置情報の測位方法を列挙します GetProviders メソッドは利用可能な測位方法を列挙します GetLastNonLocation メソッドは引数の測定方法で得た 位置情報を格納ししたロケーションを取得しますリクエストロケーションアップデートメソッドは第一引数のプロバイダーで指定した測定方法によって通知先のアクティビティを登録しますリムーブアップデートメソッドは位置情報の通知を停止します次にロケーションリスナーインターフェースについて解説しますこのインターフェースには ユーザーの位置情報が変化したときやサービスのステータスが変化したときに呼び出されるコールバックメソッドが定義されていますロケーションリスナーインターフェースの主なメソッドを紹介しますオンロケーションチェンジのメソッドは位置情報が変更されたときに呼び出されますオンプロバイダーリスエイブルドメソッドは測定方法が無効になった場合に呼び出されます オンプロバイダーエネーブルドメソッドは測定方法が有効になった場合に呼び出されます。オンステータスチェンジドメソッドは測定方法の状態が変更された場合に呼び出されます。次にパーミッションについて解説します。パーミッションとはユーザーがアプリに対して権限を与える仕組みになります。ユーザーがアプリに対して この情報、この機能を使って何かしてもいいよという権限を与える仕組みになります。ユーザーへの通知なしに、勝手に GPS やカメラの機能を利用するアプリは作れないようになっています。パーミッションのチェックの方法は、ご覧のような形で設定いたします。ご覧のプログラムの意味は、ユーザーにアクセスアンダーバーファイン、アンダーバーロケーションの パーミッションが得られていなければダイアログを表示してパーミッションの許可または不許可の設定をするようにするというふうなプログラムになります次に GPS が利用できるかどうかのチェックが必要となります GPS が利用できる設定になっているかチェックするプログラムはご覧のような形になりますそれでは次に現在いる場所の 緯度と経度を表示するアプリを作ってみたいというふうに思います緯度を表示するテキストボックスに現在いる位置の緯度の情報を表示します経度を表示するテキストボックスに現在いる位置の経度の情報を表示するようにしますこのアプリはアプリケーション名 GPSAPP01 というふうな名前で設定しますこのアプリは エクリプスでもすでに GPSAPP01 というふうなプロジェクトがありますのでそのプロジェクトを Eclipse と AndroidStudio に読み込んでおいてください読み込めましたら mainactivity.javaAndroidManifest.xmlActivityUnderbarMain ドット .xml の3つのファイルをオープンしておいてくださいアクティビティアンダーバーメイン .xml では使用する GUI 部品を配置してご覧のような画面を構成しますまずテキストボックス二つを利用して文字列緯度と文字列経度を表示するようにします緯度の文字が表示されるテキストビューは ID テキストビュー一 経度の文字が表示されるテキストビューは ID テキストビュー w 2で設定します次に緯度の情報が表示されるテキストボックスはエディットテキストで設定します ID はエディットテキスト1で設定しますまた経度の情報を表示するテキストボックスはエディットテキスト ID はエディットテキスト2という形で設定します 次に androidmanifest.xml の設定が必要となります今回は2つのパーミッションの設定を行いますまず赤枠の上部の設定は GPS 経由で位置情報を取得できるようにするためにパーミッションの設定を行います次に下部の赤枠は実機だけでなくエミュレーターでも使用する場合のパーミッションの設定になります それではは次にププロロググララムム部分を作成しますプログラムはメインアクティビティクラスつで構成いたしますメインアククテティビティビラスに設定するメンバー変数とメソッドはご覧のような形で設定いたします。メインアクティビティクラスはファイル名メインアクティビティドットジャバで構成します。クラス名はメインアクティビティパッケージは com.example.java。 に設定しまたメインアクティビティクラスはアクティビティクラスを継承しロケーションリスナーインターフェースを実装したクラスとして定義いたします。メインアクティビティクラスは com.example.gpsapp01 というパッケージに設定します。またメインアクティビティクラスはアクティビティクラスを継承し ロケーションリスナーインターフェースを実装したクラスとして定義します次にメインアクティビティクラスには3つのメンバー変数を設定しますまずは緯度の情報を表示するエディットテキストを利用する変数 LAT を設定しますデータ型はエディットテキストアクセス就職紙はプライベートで設定します経度の情報を表示する エディットテキストを利用する変数、LNG を設定しますデータ型はエディットテキスト、アクセス就職子はプライベートという形で設定します3つ目はロケーションマネージャークラスを利用する変数、マネージャー変数を設定しますデータ型はロケーションマネージャー、アクセス就職子はプライベートで設定します